ヘタフェ CF はスペインのマドリード州ヘタフェに本拠地を置くサッカークラブプリメーラディビシオンに所属している。1946年に設立され、1983年に再設立された。2004から05シーズンにプリメーラディビシオンに初参戦した。2011年4月25日、クラブはドバイにある ロイヤル・エミレーツグループに7000万ユーロから9000万ユーロで買収された。ヘタフェにあるコリセウムアルフォンソ・ペレスを本拠地として使用している。スタジアムは1998年1月1日に落成し、スペイン代表やレアル・マドリードでプレーしたアルフォンソ・ペレスの名を冠している。しかし、ペレスはヘタフェ CF に在籍したことがないどころか、 ヘタフェ CF と対戦したこともなく、コリセウムに入場したこともない。コリセウムの完成以前は、ラスマルガリータススポーツ公園にある、エスタディオでラスマルガリータスを本拠地として使用していた。同じマドリード自治州の両名門クラブレアルマドリード、アトレティコマドリードとの関係は、比較的良好。そのためレアルマドリード、アトレティコマドリードから、 若手選手をレンタルで獲得することも多い。またバレンシア CF とも密接なつながりがあり、ヘタフェ CF で実績を上げたキけ、サンチェス・フローレス監督や2021年には、ホセ・ボルダラスがバレンシア CF に引き抜かれたり、バレンシア CF の若手有望選手をレンタルで獲得したりと交流が深い。なお、アンヘール・トーレス会長は熱心なマドリディスタである。 創設1945年、ヘタフェ在住のエンリケ・コンデス・ガルシア、アウレリオ・ミランダ・オラバリア、アントニオ・コリドール・ロサーノ、マヌエル・セラーノ・ベルガラ、ミゲル・クメロ・フランセスの5人が、ラ・マルケ・シーナというバルに集い、ヘタフェ・クルブ・デフトボルの設立を決めた。公式には1946年2月24日に、設立され、クルブ・ヘタフェ・デポルティーボと名付けられた。創設当初は、 ゴールポストさえないカンポデル・レヒミエントで、アルティジェリアというグラウンドでプレーしていたが、すぐに、サン・イシドロにある市営サン・イシドロスポーツセンターに、移った。1956から57シーズン、CP ・ビジャロベレードに勝利して、テルセラ・ディビシオン昇格を決めた。1957から58シーズンには、セーグンダ・ディビシオン昇格に近づいたが、 c d アルメリアに敗れて昇格を逃した。1969から70シーズンには、テルセーラディビションへの昇格を決め、1970年9月2日に、自前のスタジアムの落成試合を行った。フランシスコ・バラ会長が見守る中、ヘタヘは3から1で、ミチェリンに勝利した。1970から71シーズンは、テルセーラディビション残留を果たし、 6年後に、クラブ初のセグンダ・ディビシオン昇格を決めた。セグンダ・ディビシオン昇格クルブヘタフェ・デポルティーボは6シーズンの間セグンダ・ディビシオンでプレーし、いくらかの成功を収めたが、6シーズンとも10位以下であった。1978年には、コパ・デルレーのラウンド16で FC バルセロナと対戦し、ホームで行われたファーストレグでは、 スター選手が揃う FC バルセロナ相手に3の3と引き分けたが、カンプノーで行われたセカンドレグでは0から8と粉砕された。1981から82シーズン終盤には選手への給料が支払われず、自動降格処分が下され、クラブは破産に追い込まれた。この一方で、1976年9月1日には、ナショナルスポーツカウンシルに、 新クラブが設立され、カスティージャ地方連盟に所属した。このクラブは、ペーニャ・マドリリスタ・ヘタフェとして4シーズン、クルブデ・デポルティーボ・ペーニャ・ヘタフェとして2シーズンプレーした。1982年7月10日、クルブデ・デポルティーボ・ペーニャ・ヘタフェは、より古くから存在するクルブ・ヘタフェ・プロメサスと統合し、再び、カスティージャ地方連盟に登録した。 再設立1982年に合併したクラブを元にし、1983年7月8日、ヘタフェクルブデフトボールが公式に設立された。1983から84シーズンの地域リーグに登録して、チームが指導し、4シーズン連続で昇格を決めて1987年には、西軍ダディビシオン B に到達した。 1993から94シーズンには、セグンダディビシオンで2位となって、セグンダディビシオンに昇格したが、2シーズンとも会に低迷して、セグンダディビシオン B に舞い戻った。1997年には、テルセーラディビシオン降格の危機が訪れたが、小降格プレイオフで s d ウエスカに勝利して、降格を免れた。1998年1月1日には、 コリセウム・アルフォンソ・ペレスが落成した。1990年代後半から2000年代前半には、セグンダ・ディビシオンとセグンダ・ディビシオン B を行き来するエレベータークラブであったが、2003から04シーズンは、シーズンの大半を順位表の最上位で過ごした。CD、テネリフェに勝利することでプリメーラ・ディビシオン昇格が決まる最終節は、 セルフィオパチョンの5得点で5から3と勝利し、クラブ初のトップリーグ昇格を決めた。レアルマドリード、アトレティコマドリード、ラーヨバジェカーノに次いで、プリメーラディビシオンに在籍するマドリード自治州内4番目のクラブとなり、マドリード市外のクラブとしては、初のプリメーラ所属クラブとなった。プリメーラディビシオン昇格トップリーグに挑戦するに、あたって、 キュケ・サンチェス・フローレス監督を招聘したが、2004から05、シーズンは順位表の下位に沈む低調な出だしだった。ホームでは、RCD ・ s パニョール、アスレティック・ビルバオ、バレンシア・ CAF、レアル・マドリードなどに勝利したが、アウェーでは、アスレティック・ビルバオから挙げた一勝に終わった。最終的には13位でシーズンを終え、昇格組3クラブの中で唯一残留を果たした。 2005年夏には、キケイ・フローレス監督をバレンシア CF に引き抜かれたため、レバンテ・ユーディ監督を解任された、ベルント・シュスター監督を起用した。2005からレロックシーズンは、シュスター監督の目指したダイナミックで縦に速い、サッカーがハマり、一時的にリーグ首位に立った。その後徐々に順位を落としたが、最終的には9位と検討した。国内や、 欧州カップ戦での躍進 2006FIFA ワールドカップのスペイン代表メンバーにマリアーノ・ペルニアが選ばれ、ヘタフェ CF 在籍選手初のスペイン代表選手となった。2006から07シーズンのリーグ戦では再び9位となった。38試合でリーグ最小の33失点に抑え、12試合を完封した GK ロベルト・アボンダンシェリはサモラ賞を受賞した。 2005から06シーズン以前は、コパデル0で準々決勝に達したことさえなかったが、2006から07シーズンの同大会では準決勝で、FC、バルセロナを破って決勝に進出した。カンプノーで行われたファーストレグは2から5で敗れたが、コリセウムアルフォンソペレスでのセカンドレグに4から0で勝利し、2試合合合計6から5で劇的な逆転勝利を遂げた。 エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウで行われた決勝では、セビージャ FC に0の1で敗れ、初の主要タイトル獲得を逃した。セビージャ FC はすでに UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得していたため、ヘタフェシー F が UEFA カップの出場権を獲得した。2007年夏には、ベルントシュスター監督が、レアル・マドリードに去り、公認には、 ミカエル・ラウドルップ監督が就任した。ラウドルップ監督に率いられたクラブは14位で、プリメーラ・ディビシオン残留を決めた。同シーズンの UEFA カップでは、グループリーグをわずか1敗の首位で通過し、その後も勝ち上がって、準々決勝に進出した。準々決勝は4度のヨーロッパ王者の経験がある、バイエル・ミュンヘンとの対戦となり、アウェーデのファーストレングは、 ロスタイムにコスミン・コントラが同点弾を上げて1から1で終えた。ホームでのセカンドレグでは開始6分にルベンデラレイが退場処分を受けたが、前半終了間際にコントラが先制点を挙げた。しかし、試合終了間際の89分にフランク・リベリーが同点弾を決め、試合は延長戦にも連れ込んだ。延長の早い段階に、 ハビエル・カスケーロと途中出場のブラウリオ・ノブレガが得点して3から1とリードしたが、バイエルンはルカ・トーニの2得点で3から3と追いついた。2試合合計4から4の同点であったが、アウェーゴールルールが適用されて、バイエルンの勝ち上がりが決まった。同シーズンのコパデル・レイでは2シーズン連続で決勝に進出したが、エスタディオ・ビセンテ・カルデロンで行われた。 バレンシア CF 戦に1-3で敗れて、またもや準優勝に終わった。2008年夏には、MF ルベンデラレーが抜けた穴に、元、U、U-21 ドイツ代表の MF、オイゲン・ポランスキを加え、その他にもコパリベルタドーレス優勝に貢献した MF、ホフレ、ゲロン、レアル・マドリードから FW、ロベルト・ソルダードなどを加えて、戦力の維持に努め、 新監督には結果重視の守備的なサッカーに定評のあるビクトル・ムニョス監督を選んだ。しかし、GK ・オスカル・ウスタリがシーズン前に人体を損傷して長期離脱し、GK ・ロベルト・アボンダンシェリが冬の遺跡期間にボカジュニアーズに復帰するなど、守備面からほころびを見せたチームはシーズン中に二度の4、連敗をキスするなど、不安定な成績に終始し、2009年4月に ブイムニョス監督が解任された。残り5試合を託された、ミチェル監督は2006から07シーズンまでの、ボール保持を重視したスタイルに転換して2勝2分一敗で、乗り切り、セグンダディビシオンに降格したレアルベティスト、同化地点の17位でプリメーラディビシオン残留に、成功した。シーズン終了後に MF エステバン・グラネロや FW、イケチュクーチェラ攻撃の主力が抜けたものの、 D.F. マネや M.F. テドロレオンなど即戦力の実力者を獲得した。関係が良好なレアルマドリードからは、G.K. ジョルディコディーナ、D.F. ミゲル・トーレス、M.F. ダニエル・パレホの3選手をすべて完全遺跡で獲得した。十分な準備期間を与えられた、ミチェル監督は、プレシーズンの11試合を発勝3分の負けなしで終えた。2009から10シーズンは、 ソルダードが16得点を記録するなど、攻撃サッカーで旋風を巻き起こし、6位で UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。2010年夏には、ソルダードやペドロレオンなどの主力選手が抜け、UEFA ヨーロッパリーグでは、グループリーグ敗退に終わった。2010から11シーズンのリーグ戦では後半戦に、調子を落とし、34節終了時には、 降格圏内の18位まで沈んだが、最終的には16位で、過労じて残留を決めた。2015から16シーズン、リーグを19位で終え、12年ぶりの2部降格となった。一部復帰後降格1年で一部に復帰となった2017から18シーズンは、昨年からの続投となるホセ・ボルダラス監督のもと、相手のミスに乗じて攻めるリアクションサッカーを展開した。 その甲斐あって、昇格1年目にして5年ぶりの一部トップ10位を実現させた。2018から19シーズンは、リーグ開幕戦こそレアルマドリードに0から2と、敗れるも、その後は安定したパフォーマンスを見せた。DF では、ジェネダ・コナムやビトリーのアントネス、MF は、ネマニャ・マクシモビッチやウルグアイ人のマウロ・アランバリ、そして、FW 人では共に、 リーグ14ゴールの37歳のホルヘモリーナと3月にスペイン代表デビューを果たしたハイメ・マタラの活躍によって CL 出場権を逃したもののリーグ5位でフィニッシュし L 出場権を獲得し大成功と言える1年となった2019から20シーズンこのシーズンもハードワークを主体にしたプレーで序盤戦から勝ち点を積み上げコロナ中断前の3月には リーグ戦で4位の位置につけていた。しかし、中断明け以降から徐々に調子を崩し、最終的にはリーグ8位でフィニッシュした。最終節のレバンテ UD 戦では、勝てば2シーズン連続の L 出場権獲得だったが、0から1と敗戦し、L 出場権は獲得できなかった。しかし、このシーズンの L では、ベスト16に進出。コロナの影響で一発勝負となった。 インテル戦に0から2で配戦するもベスト32ではアヤックスアムステルダムを下していた。2021年5月27日、クラブを約4年間指揮したボルダラスが退任し、後任に2009年から2年間ヘタフェの監督を務めていたミチェルが再任した。伝統的にホームでは青色のシャツを着用する。アウェーでは一般に赤色のシャツを着用するが、 これは近年は変更されつつある。ユニフォームのサプライヤーはホマである。十、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 圏外選手を示す。監督中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。十、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。